セルフタイマーは一定時間が経過すると自動的にシャッターを切るカメラの機能もしくは外付けのアクセサリーのこと。もともとは撮影者自身が被写体になる場合を想定したものでセルフタイマーという名称もそれにちなんでいるがカメラブレを避けたい時にリモートレリーズの代用として使用することもある。レンズシャッターが持つシンクロ接点の切り替えレバー V に設定するとセルフタイマーになる。 外付けのセルフタイマーセルフタイマーはタイマーとシャッターを切る信号を伝達する部分からできている。タイマー制御については構造上前前バネによって制御する機械式と電子回路によって制御される電子式に対別される。どちらも待ち時間の設定ができることもできないこともある。時間は10秒前後が一般的であったが最近は手ブレを防ぐためだけの2秒等の セルフタイマーもある。シャッターを切る信号を伝達、駆動する部分も機械式と電子式に対別される。機械式の場合、人間の代わりにシャッターボタンを駆動するが、その動力はタイマー制御の前枚が兼ねる。電子式の場合は、待機時間が10秒前後のものなら、合図としての電子音、カメラ前方に設置されるガイドランプなどが、撮影の2.3秒前から完結明動。 明滅の間隔が短くなることで、シャッターの切れるタイミングを撮影者に知らせる仕掛けになっているものが多い。135フィルムを使用する一眼レフカメラやレンズ、交換式、レンジファインダーカメラで、セルフタイマーを内蔵しているものは、カメラを正面から見て、エプロンの左側にセットレバーがあることが多い。もちろん、そのホ袖側にセルフタイマーのメカニズムがある。また、 レンズシャッターを使用したカメラであれば、シャッターがセルフタイマーを内蔵していることが多い。セルフタイマーがシャッターのスローガバナーと類似の機構であること、ボディにタイマーを内蔵すると遠く離れたシャッターとの連動機構が必要となるためである。カメラがセルフタイマーを内蔵していない場合、外付けのセルフタイマーを取り付ける必要がある。これはシャッターボタンに取り付けるが、 標準的なテーパー付きネジ穴以外の方式の場合、専用のものが必要となる。ライカの旧型やライカコピーカメラ、それにニコンの旧型は被せ式と呼ばれるもので、レリーズ側が筒型で内部にネジが切ってあり、シャッターボタンに被せて回転させるものである。ありがとうございます。